ティベリアは、ガリラヤ湖の北西岸に位置するイスラエルの都市。都市の名は、ローマ皇帝ティベリウスにちなんで名付けられた。ギリシア語、ラテン語では、ティベリアスと言い,い、新約聖書ヨハネによる、福音書6時23分に現れるが、文語訳、口語訳聖書でティベリア、共同訳、新共同訳聖書で、ティベリアスと訳されている。ティベリアは、紀元二十年頃、 ヘロデ大王の子ヘロデアンティパスにより、破壊された村の跡地に建設され、ガリラヤ地方の首都となった。アンティパスの後見人であったローマ皇帝、ティベリウスにちなんでティベリアと名付けられた。ヘロデ大王の時代まで、ユダヤ人は、そこに墓地があり、宗教上、不条であるとして居住することを拒んでいた。しかし、アンティパスが、ガリラヤ地方内から人々を、 強制的に移住させ、自分の建てた首都の人口を増やそうとした。当時のユダヤ人の最高決定機関サンヘドリンは、エルサレム神殿の崩壊した、紀元70年以降、エルサレムから拠点を何回か変え、ティベリアが最終的な所在地になった。サンヘドリンが、ビザンツ時代初期に解散する直前まで、会合はティベリアで行われた。期限135年に、 すべてのユダヤ人がエルサレムから追放されると、ティベリアは、ユダヤ文化の中心地となった。ユダヤ教の重要な文献ミッシュナー、タルムードもティベリアで書かれた。紀元613年、アラブ人がパレスチナを征服すると、ウマイヤ朝のカリフは、ティベリアのユダヤ人、約70家族に、エルサレムに再定住することを許した。カリフはまた、ティベリアに宮殿を建設した。 ビザンチン帝国、アラブの支配の下、ティベリアは、中世の間に発生した戦争や地震により衰退、荒廃していった。都市の衰退に反し、ユダヤ教のマソラ学者集団は8世紀初頭から10世紀の間に最盛期を迎えた。ティベリアのマソラ学者たちは、その後全世界のユダヤ人の間で使用されるようになる、ヘブライ語の母音記号、ニクダーを生み出した。 ティベリアのマソラ学派の最高峰の学者は、アーロン・ベン・モシェ・ベン・アシェルで、後に、ティベリア式として知られるようになる。ヘブライ語の母音体系は、彼によって完成された。ベン・モシェ・ベン・アシェルらの学者の活動により、ティベリアが、中世の間、ユダヤ文化の中心地となった。十字軍の時代には、ティベリアは、エルサレム王国のガリラヤ地域の中心都市となり、しばしば、ガリラヤ地域は、 ティベリア公国などと呼ばれた。1187年、サラディンがエルサレム王国に侵攻、その年の10月にティベリア近郊の発展の戦いで十字軍を撃破した。この頃、それまでのティベリアの市街区域が放棄され、居住区域が、それまでより、北寄りの京都同じ区域に移動した。コルドバ出身の著名並び、哲学者のモーシェベン・マイモーンは、 1204年にティベリアで死去し、この地に葬られた。彼の墓は今日でもティベリアの重要な史跡の一つとなっている。1558年、ポルトガルのグラシア・メンデス・ナスイというマラーノの女性特殊家がオスマン帝国のスレーマン一世からティベリアの土地を沈借し、城壁の再建。 イエシーバーの設立を行い、イタン神門から逃れてきたセファルビムを住まわせた。ティベリアは、その後100年間ほど、再び繁栄するが、また荒廃し、その後は、ハシディズム系のユダヤ人たちが定住するようになる。1746年、イタリア、パドバのカバラ主義のラビモーゼス、ハイムル・ッツァットは、アッコで、ペストにより死去し、 ティベリアのアキバベンヨセフの墓の隣に葬られた。18世紀から19世紀に間、ティベリアに多くのラビが移住して、ユダヤ教育の中心地となり、エルサレム、ヘブロン、スファットと並び、ユダヤ教における4聖地の一つとされた。1938年には、アラブ人により、20人ものユダヤ人が殺害されるなど、アラブ人による、 反ユダヤテロがティベリアでも発生し、1948年にも9人のユダヤ人が犠牲になり、攻撃を恐れた多くのユダヤ人がティベリアを離れた。1948年、アラブ人とユダヤ人の間の戦闘が激化し、ユダヤ人軍事組織、ハガナーは、ティベリアとその周辺の村々を攻略、アラブ系住民は何らかの理由により退去した。その結果、 それまでは、アラブ系とユダヤ系の住民が混在していたティベリアは、完全にユダヤ人の都市になった。今日では、ティベリアは、イスラエル北部におけるリゾート地として、人気の都市になっている。2004年10月、イスラエルの各派のラビたちがティベリアに集まり、サンヘドリンを再建したと発表して、式典を催し、議論を呼んでいる。ハメエトゥベリア温泉など、ありがとうございます。